まあこうパッと見怖いかなと思うんですけれども、一度できちゃうとすごい簡単で、しっかりと板をこれこそまっすぐ抜いてやる。でその時に、よく言うの乾杯、左手にジョッキ、ビールジョッキを持って乾杯ってこう乾杯一気をするような感じで、左手左肩を上にパンと引き上げます。そのまんまグッて上を向いて、顎は上げないで、顎は引いたまんま目線を送るというか、体で見に行くんじゃなくて惰性を使いながらずっと回ってくる。でその時に、目線が近道をしたり、首が下をすぐ向きに行ったり、上を見るのが怖くて、そうすると逆に止まってしまって危ないので、しっかりと目線をそのまま送ってやる。そうするとランディングが見えてくるので、そこに合わせて着地。まあ最初はこういうジャンプでやるの怖いと思うので、雪がいっぱい降った時とかにみんなでキッカー作って遊んだり、まあ、楽しみながらできるトリックかなと。でできるようになったらすごい見栄えのあるトリックなので、ゲレンデヒーローになれるんじゃないかな。